泣いてしまうね、これは。鼻に見せてあげたいって。こんな日が来ると思ってませんでした。僕はぶっちゃけますね、今日みたいな日だから。僕はね、自分のやっている音楽に全く自信がないんです。昔は結構自信があったんですよ。最近やってる音楽全然自信なくて、なんでかっつったら本当に技術もクソもなくて、本当に感情のままに音楽言葉を喋ってるだけだし、俺にとってのラップは喋ってるのと本当に変わらなくて、人から見ればリズムに乗って喋ってること自体がすげえとか言われることもあるけど、これは俺にとってただ普通にやってきたことで、人とまともに喋ることができなかったから普通にやってきたことであって、目の前にいる人たちを顔を見なくても目をつむっていても声でない会話ができるからと信じてラップだけをしていて、それがたまたま14の頃にやっていって、それが頃に何もなかったけれど、目の前にあるものを信じようと思うことすらもできなかった。だけれど高校の受験だって怖いから、面接中ずっとラップでいいですかみたいなテンションで、なぜかフリースタイルしながら面接受けて、それでも合格してくれた中央高校、ずっと嬉しいと思った。だからこの間ライフって PV の時に無断で門の前で撮った。でも休日だったから生徒は映ってないし、門にも無断で入ってないから、あくまで外で撮っただけ。でもあの場所いつまでも残したかったんだ。この間商店街、自分家の近くの商店街を歩いていたら、小学校の時いじめられて帰ってきた時もパニック発作を起こして裸足で歩いた、あの深夜の商店街の時に俺に話しかけてくれたばあちゃんが死んでるんだって分かった。俺の知っていた駄菓子屋が潰れてた。ソーラーパネルの単形家になってた。3階建てだった。すげえムカついた。きっとじいちゃんが金で建てたんだと思うけど、でもなんか嫌だった。自分勝手だけど、俺が行きたかった場所はもうないんだって分かった。きっとピンポンをしてもきっとあのじいちゃんは迎え入れてくれるんだってわかるんだけど、その一歩も勇気も出やしないし、どんな顔していけばいいのかもわからないから、俺はいつまでもずっと音楽をして静岡に帰ることはしばらく控えよう。そうやって思った。東京で過ごそう。俺のことを誰も知らない世の中で、俺のことを上っ面しか知らない世の中で、俺は上っ面だけを浮かべて生きていこう。上っ面くらいは笑っていたいから、上っ面くらいは笑顔でいたいから、親が見たことがないくらい笑っていたいから、この間実家に久々に帰った時に、お前は本当に笑うようになったね、でお母さんとお父さんが笑って出迎えてくれて、10年ぶりくらいに人生ゲームをやった。俺が一着のはずだったのに途中で終わった。姉ちゃんが帰ってきたんだ。家族が揃った。家族で飯を食う喜びを得た。10年ぶりだ、10年ぶりだ。家族が揃った。お茶の間に揃った。もう二度とないと思っていた幸せが、平凡ってやつがやっと訪れた。異常だと思っていた俺の音楽が、異常だって言われていた俺の音楽が、姉ちゃんが耳障りだと言って耳を塞ぎながら嫌がって言っていた音楽が、人を救うことができるようになってきた。テレビが取り上げた。みんなが俺を見てくれた。今日こうやって人たちが集まってくれた。そしてまた笑うことができた。母さんが笑った。お姉ちゃんが笑った。父さんが笑った。ばあちゃんも笑った。みんなが笑った。同級生も笑った。先生もまだ会えてないけど、きっと笑ってくれる。きっといろんなことがうまくいく。やっとそうやって思うようになった。これが俺の人間としてのサンプル。これが俺の人生のサンプル。一つのサンプル。苦痛からのサンプル。普通じゃないサンプル。幸せじゃないサンプル。あえて幸せになる手前の不幸からスタートした重要なサンプル。貴重な幸せを築けるサンプル。飯を食う喜び。眠る喜び。寝ぼけて友達に LINE する喜び。Twitter をリツイートする喜び。電気を気にせずに外に出たりする喜び。音楽を聴ける喜び。歌を歌える喜び。空を見れる喜び。風を感じる喜び。海に行こうって言って海に行ける喜び。山降りのものって山に登れる喜び。いろんな喜び。人と話す喜び。笑顔の喜び。笑っている喜び。泣ける喜び。悲しめる喜び。不幸の喜び。幸せの喜び。今日までの運び。いつまでも続き。どうしても嫌だと思った時は一人に。また帰ってこうやって音楽をするよ。イライラしたらフリースタイルをするよ。いつまで経っても変わらないけれど、こうやって音楽をずっとしているよ。俺には何にもいらなかったから、最初からスピーカーなんていらなかったんじゃん。いつまでも涙を浮かべながら、いつまでも笑って生きていくよ。その瞬間を見て少しでも何かを感じてくれる人がいるんだったら、止まらずに毎日を歩け、毎日を歩け、毎日を進め。嫌だと思っても嫌だと言って笑って進め。嫌いを喜べ。
好きを悲しめ、いろんな喜び、いろんな悲しみ、いろんなパターンの感情を心に灯し、毎日友達や家族にありがとうとごめんなさい、はじめましてさよなら、いろんな言葉を発しながら歩き、最後には勝ち取る人生の続き、人生の続き、もう二度と会えないと思っている奴らにも明日会える、きっとそう思って希望を抱いて、人と人のつながりの中で一つだけ得た、俺が一つだけ得た、一つだけ見た、幸せに近づいた唯一の方法はラップでもなかった、音楽でもなかった、意外とそんな簡単なものだった、心ってやつだった、感情ってやつだった、初めましてのことだった、おはようのことだった、お休みのことだった、いろんな言葉だった、ありがとう、目の前の人に言う喜び、ありがとうと言えることが俺にとっての喜び、ありがとうと言ったから今日があった、本当に今日ありがとうございました、ゴメスでした、ありがとうございます。